カーゴパンツカーゴパンツとは、貨物船で、荷役作業などに従事する人たちの間で、使われるようになった、作業用のズボンである。生地の厚い丈夫なウェンプで作られ、腰をかがめた時にも物の出し入れがしやすい。膝上の左右に大きなポケットが付けられているのが特徴である。コンバットパンツとも呼ばれる。カーゴショートパンツは、カーゴショーツカーゴショーツと呼ばれる。 1942年にアメリカ陸軍の空挺部隊の M-42 パラトルーパーパンツとして採用されたのを皮切りに各国の軍隊で戦闘服のズボンとして採用され始め、1951年のアメリカ陸軍で採用された M-51 戦闘用ズボンでほぼ現在の姿になった。後に作業服やカジュアルウェアとして一般にも普及した。 6つポケットがあるため6ポケットパンツとも言う。ジーンズや血のパンツ、ミリタリーパンツなどと伴いに、カジュアルなズボン、特にアウトドア用のファッションとして人気が高い。血のパンツと同じくあやおりが多いが、ジーンズと同じくサテンやコーデュロイ製のカーゴパンツも存在する。色は、カーキ色やコン、黒、新緑などのくすんだ色が多いが、明細色のものや派手な色のものも出ている。 足の部分は太め、ダブダブのものが普通だが、テーパードやスキニーのようなスリムな形のものもある。また本来は重作業をするためのもので、男性用しかなかったが、現在では女性用も出回っている。ありがとうございます。